どうも LBO の山下です。本日もよろしくお願いいたします。さあ聞いてくれ、さあ聞いてくれ。クレマがね、はい、もう結構質問いただきます。はい、もう本当にね聞いてくれ。某緑色のマークのところとか出ねえから、本当に本当に黄色に青文字で言ったっけ、輸入食材出ねえから。そう、本当にねクレメが出ないっていう方がいるんで、ちょっとそれをお話ししていこうかなと思います。本当に聞いてくれそう、もう本当に同じデディカです。はい、デディカ使ってください。でちょっと大変かもしれないですけど、ボトムレスフィルター購入してください。はい、でグラインダーはエスプレッソ対応であれば何でもいいんですよ。で一番安いの欲しければタイムモア C2、 これ買ってくれ。はい、これ8クリック、はい、でタンパ、適当なタンパ買ってください。まあ付属のやつはよろしくないですけど、ね、まあ初心者で心配な方は平行タンパ買ってください。はい、そして一番重要なの、これ重要ですよ、 LBO ブレンド。はい、はい、で安く購入したい方はもう定期便で買ってもらって、まあもちろんもう見てくれたらいいです。本当にね、クレマが出ない、意味がわからないんで、はい、じゃあ作っていきます。はい、まあクレマが出ないというちょっとっていう方が多いので、本当にねもう真似してくれたらいいんですよ。でこれ以外のことしてクレマが出ないって言われて、わしゃ知らん。そう、その買ってる店が悪いかグラインダーが悪いかなんで、買い替えてっていう話ですね。はい、でこのグラインダーがいいのかどうか分からなければコメントをもらえたらなと思います。本当に本当にね、うん、輸入食材のんだらとか、ふんはんはんはんとかさ、ほほほほとかさは出ねえから。本当にこれ8クリック、こっから23、はい、8クリック、はい、で閉めてもらって、もう何のマジックもしてねえから、これね、からね、はい、ここにこれ LBO ブレンド 14g、はい、で高えなとか思うのであればぜひ定期便にしてもらったら安いです、相当安いです。はい、でこれを8クリックを頑張って引く、頑張って引いてから、ね、これ大変ですよ、手引きなんで。でもこれが一番安くていいんですよ。ドリップもいけるし、エスプレッソもいけるし、タイムはシーツはこの握りやすさもいいんですよ。ほはんはんはんとかなってくると、こう分厚くて握りにくいんですよ。うん、あれ外人サイズじゃないですかね。そう、小さくていいですね。で、こう切りかきもあって滑らないんで、はい。で、刃もいいんで、C2 じゃないです。あ、そうそう、C3 じゃないです。C2 の方買ってください。C2 でいいです。1日2杯ぐらいとかであれば全然手引きでいいんじゃないかなと思います。でこれ回してる間、こうマシンの電源入れてしっかり立ち上げておくんですよ。はい、でバーッと引きます。もちろんこれ購入してからできたら早めにやってみてください。はい、購入して1ヶ月2ヶ月経ってから試されてもちょっとクレマ薄くなると思うので、早めにやってもらったらいいんじゃないかなと思います。これこうね、これこうもう引き渡ったらこんなになるんで、はい、ここまでいったらこうちょっと叩いて下ろしておくんですよ。はい、これね、はい、これをここにこうコンコンコンとやってやって、で指でできない人、指でできない人はなんかナイフでやってもらったらいいんですけど、まあ、こうなんかこ こうとりあえずこうこうね平らにします。はい、平らにしてください。もう何でもいいっすよ、もう押し込んでもらったら何でもいいんで平らにします。はい、もう平らにしてください。はい、でディストリビューターはあればいいですけど、なければもういいです。これ、はい、こう適当に押してください。こうね、こう適当に、これ平行タンパーであればどうやってもまっすぐなるんで、
はい、もうゴゴ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 ゴカットするとね、怪しまれると思うんでね、カットはしないですよ。こちらに映る正面ボタンぶっ壊れてるんでね、でこれ一回空出しします。はい、空出しします。これ空出しする理由はこのヘッドを温めるためなんですよ。そう、空出しします。ある程度したらやってください。まあ、ついでにこれカップを温めてますね。これ捨てますと、はい、ノーカットなんでマジックも何もしないですよ。これエルビオブレンド8クリック14グラムはめます。はい、これこうで抽出開始。はい、カメラ動きます。はい、こんな感じでどうですか。こんな感じでわーっと出てきて、ある程度入れたら止める。はい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 、こんだけモリモリ出ます。はい、こんだけ出ます。こんだけ出ます。はい、バリバリやんけいう話ですね。はい、これでクレマ完了です。はい、モリ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 ね、簡単に出るでしょ。はい、いただきます。ちょっとこの容器のままで申し訳ないですけど、いただきます。グー、はい、これだけです。クレマが出ない方って言ってるのは、そう、真似してください。真似するだけです。何も難しいことはしてないです。だからもしクレマが出ないのであれば、豆が悪いかグラインダーが悪いかのこの2パターンです。ボトムレスフィルター入っての状態でね。でこれうち以外で購入したら知らん、漏れてても知らん、うん、うちで買って漏れてたら言ってください。交換なりなんなりサポートはさせてもらいますんで、うち、まあ、基本漏れないんでね。で Amazon で買って漏れました、知らん、うん、うちで混んでください。でこれね、これタンパはいいですよ。マシン買って一番安いタイムモア C2 買ってもらって8クリックにしてもらって LBO ブレンドでやってもらえばクレマ出ます。はい、もしクレマが出てもすぐ消えるっていう方はこれ7クリックにしてもらったらいいです。はい、以上です。クレマが出ないっていう方、真似してください。はい、出ない意味がわからないので、ごめんなさいね、口悪くて。はい、皆さんお願いしますよ。はい、それでは今日は短いですけど、バイ。